あなたが私にくれたもの、キリンが逆立ちしたピアス。あなたが私にくれたもの、フラッグチェックのハンチング。あなたが私にくれたもの、ユニオンジャックのランニング。あなたが私にくれたもの、丸いレンズのサングラス。あなたが私にくれたもの、オレンジ色のハイヒール。あなたが私にくれたもの、白い真珠のネックレス。あなたが私にくれたもの、緑色した細い傘。あなたが私にくれたもの、シャガールみたいな青い夜。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。Bye bye my sweet darling, さよならしてあげるわ。あなたが私にくれたもの、グレイス・ケリーの映画の件。あなたが私にくれたもの、ビビアン・リーのプロマイド。あなたが私にくれたもの、バディ・ホーリーのドーナツ版。あなたが私にくれたもの、ヘップバーンの写真集。あなたが私にくれたもの、お菓子の詰まった赤い靴。あなたが私にくれたもの、テディベアのぬいぐるみ。あなたが私にくれたもの、アンデルセンの童話の本。あなたが私にくれたもの、夢にまで見た淡い夢。あなたが大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイ、マイスウィートダーリン、さよならしてあげるわ。あなたが私にくれたもの、ヒステリックなイヤリング。あなたが私にくれたもの、ボートネックの島のシャツ。あなたが私にくれたもの、道で売ってるカレッジリング。あなたが私にくれたもの、マーブル模様のボールペン。あなたが私にくれたもの、アメリカ生まれのピーコート。あなたが私にくれたもの、中国生まれの黒い靴。あなたが私にくれたもの、フランス生まれのセルロイド。あなたが私にくれたもの、あの日生まれた恋心。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイマイスイートダーリン、さよならしてあげるわ。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイマイスイートダーリン、さよならしてあげるわ。はい、こんばんは。今夜はね、ギッタリンギンのプレゼントを歌いました。2018年5月の6日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、今日はね、プレゼント歌いました。どうもね、久しぶりにね、はい、今日日曜なんで早めにね、はい、どうもね、連休も最後だ。どうもこんにちはね、どうかな、配信具合ね。こんにちはね、いつものようにさりげなくこんな風にやってますよ。まだ生きてっからね、生きてっからさ。おっ、もういい、ちょっとコメント見てみようか。今日もね、OBS スタジオ。やっぱ僕のパソコンはね、僕のパソコンがなんか、あんま更新がうまくいってないみたいで、なんか見えなかったね。今配信できてるかな？配信できてる？あ、できてないの？できてるんじゃない？できてる？できてるよね、うん。どうかな？どうかな？お、もういい感じだ。いい感じ、沸騰した。じゃあ、ここでスープ入れよう。スープ入れる前にもう一個入れます。入れとこうか。ラーメン屋さん、塩味、調味料。どうかな？あれ、ちょっとコメント見てみようか。あれ？できてる今。今日も OBS スタジオでやってます。コメント見てみよう。いつものように先がなくね。今日はお母さんの納骨でした。これで全部終わっちゃった。本当にお母さんは亡くなったんだな。もうこれでもう、僕の両親は共にこの世からいなくなっちゃったよ。こんにちは。どうも。
バギタスさんどうも、天王さんどうもね、ヨネさんどうもね、うん、不安定だけど、なんとか、オービウスが時々切断するみたいだけどね、まあ、なんとか繋がってますんで、またすぐ繋がると思うんで、こんにちは、あ、繋がった。不安定ですみません、モバイルなんで、この部屋安定した回線ないかな、うん、こんにちは。今日はまた明日から仕事だね。4連休今日最後です。ほんと最後だよ。もう5月もな、6日だ。早いな。もう来月、まだ早いけど、まあ、5月も始まったばっかだけど、来月で6月でしょ。半分だもんな。早いな。もうすぐ1年だな。今年も半分だよな。もうね。うん、早いほんと。なんと、じゃあ今日のお夜食行こうか、今日は。ね、今日のお夜食は春キャベツ。春キャベツの焼きそばで作ってるか、今日は。もう今夜、春キャベツの焼きそば。春キャベツの焼きそばで今夜は。今夜焼きそば食べようか、焼きそば。どうもね、今夜焼きそばね、どうもね。こんにちは。繋がってね、大丈夫ね、どうも。うん。もうやってますよ、どうも。こんにちは。あきこさん、どうもね。今日早めにね、今日また。今日はね、1階からやってます。今繋がってるよね、大丈夫だよね。ちょっと今日は焼きそば、春キャベツ。今日はね、焼きそばにね、ね、この輪切りの唐辛子を入れます、ね。全部入れないよ。この唐辛子ちょこっと入れよう。今日はね、一味じゃなくての輪切りの唐辛子。これをちょこっとね、少し入れてみよう。
今夜の夕飯はね、はい、今夜の夕飯はね、春キャベツの焼きそばね、こんなやつね。今日春キャベツの焼きそば、キャベツと市販の5食入りの焼きそばの1食分ね。で、こんな感じね。赤いのがね、唐辛子ね。はい、今日は焼きそばだ、キャベツだけです。はい。はい、どうも。今夜は春キャベツの焼きそばです。どうも。目かな？あ、いい香りだ。あ、どうもね。あぐみさん、録音じゃないよ。録画じゃないよ。ライブ配信ですよ。どうも。焼きそば行こうか。いただきます。ライブ配信ですよ。今日も OBS スタジオ。僕のパソコン自体はいろいろ見たけど、やっぱり僕のパソコンがちょっと性能がしょぼくてね、最新のプラウザが正常作動してないためにね、ブラウザーからはね、YouTube ライブできなかったみたいね、しょぼいから。だから今日も OBS っていうエンコーダーソフトでライブ配信やってます。うん。そう、手軽。ちょっと先週かな？これは先週だったかな？俺5日ぐらい前かな？よくま、1週間かも。よくまと安かった5食入りで1袋、1袋 130g だけど、ちょっと小さ少なめだけど、5食入って安かったとき、その1食分。キャベツ、超安かったんでね。春キャベツの焼きそば。うん。うまいな。ね、食べて安いね、最近。やっぱ春キャベツっていうぐらいだからな。ね、うん。うん。今日は一味唐辛子をね、キャベツ炒めてるとちょっと入れて。一味じゃない、一味じゃない。唐辛子の味に。あ、うん。あ、今日の飲み物持ってこい。うん。うん。今日の飲み物持ってきますね。今日はこれをつまみに飲もうか。今夜トップバリルだ。トップバリルのやつ。トップバリルの安い発泡酒。500の缶で。それで。これ一本にしとこうかね、ビールはね、発泡酒はね。はい、乾杯。ああ、今日は下から。回線はね、いや、あれ、携帯、ソフトバンクのデータ通信で。美味しいね、ほんとね。今までずっとした人がもうほんと死んじゃ、いなくなっちゃった。今日お母さんの納骨でした。これでもうさよ。お母さんはもう向こうの世界行った感じだな。うん、まあ、いつか死ぬもんだからね。こんばんは。そう、今日も野鳥だから。ああ、はい、こんばんは。いつものようさりげなくね。あ、ギロさんはまだかな。あ、ギロさんどうもね。
前の役場。で50ミリのって。いいよって。これ焼きそばで、今度は焼きそばで、ビート行ったことないよ僕。最近カラオケ行かないな。よく行くのはね、もうどうだ僕よく行くのって。ここが緑園ビルのと隣かな、そこのとこの。あ、そうなの。あそこだ、もう裏通りだもんな、そこビートンとか。あんま人来ないからだろうな。町山もカラオケボックスいっぱいあるもんな、最近。あれ、駅前のパチンコ屋のところの上にさ、デニーズの上だっけ。下1階がパチンコ屋で、その上がデニーズで、その3階上にビッグエコーもできたりしてさ。ね、ビッグエコーもさ、ね、もう数年前にできたからね。ビートも、うん、結構古いけどね。裏通りなんだよね。だから、ロケできるんだと思うよ。人あんまいないから。ね、人がいるとこだと大変だもんね。あのね。はわかんない、いつかね。あれは今こう配信してから後で見るね。うん。ありがとうね。いつものようさりげなく、今日はね、ギッタリンギンのプレゼントを歌いました。どうも。うん。早い、でも本当に意外とあっという間だもん。ね、早いな、本当。もう、早くなきゃ生きてて大変だもんな。早い方がいいんだよ。ね。何が言って。どうしても考えちゃうよね。うん。そうね。今日焼きそばで。大好きだったけど。3月の頭、3月の上旬です。で、2ヶ月経ったんだね、もうなくなって。こんばんは。明日だって3月の上旬でだから。孤独死だったんだけど、あと細かい人は分かんないんだよ。孤独死だし、しばらく経って見つかったからさ、いつ死んだか分かんないから、だから3月の上旬ってことでね。
お母さんのも片付けようかな、もうね。お母さんのもんも片付けちゃおうかな。いや。もういないんだもんな、死んじゃったんだもんな。そう、出てる。そうだな、ね。そうだ、しまわなきゃね。あれ、2階のあれ、お母さんの関係なんだ。使わない布団なら、そこ。2階に置いてあるのは。母はね、この部屋の隣なんだけど、あれが、隣の部屋にね、母親が出たんだ、生前は。隣の部屋。低いベッドあるんだ、隣。あそこ、あの布団が隣のお母さんだった。2階の布団、あれ関係ないの、2階、いつも、2階の布団は。あれはね、あれ、誰も使ってないんで、2階使ってねえからさ、置いてあっただけで。ね、そう、分かった、あれ、2階の布団。これでお母さんの布団はあそこに出てたわけね。あのままだからさ。だから2階はもう誰も使わない布団なわけ、今。それであそこ置いたの。あと読む山にてあるやつ。違う、姉が発揮したの、姉が。寂しいね、ほんとね。まあ、しょうがない、僕は好きでこの家を出たんだもんな。この家に居づらかったんだから、それはリーズなんだ。この家に居づらかったのはリーズなんだからな、しょうがない、それはな。もう20年以上前だ。それはしょうがない。そうじゃない、そこに倒れてたんだ、そこに。そこ、ここね、この目の前に板のところ、そこに倒れてたの、そこ。板の、まあ、ずらっと、そこの戸を上げたとこで。ね、そこで倒れてたんだよ。よかった、そこね、目の前のとこね。あ、こんばんはね。でまあ、数少ないけど、帰った時に言ってた、何度もお母さんは。自分のいつ死ぬかわからないからねってことは言ってたんだよな。毎回帰るたびに。来ただってね、そう。病院じゃないからね。死んでから見つかったからさ。だから1日くらい警察署に持ってって調べて。その後葬式だったからな。葬式、や、火葬場持って。でもよかったかもしれない。だからね、意外と医療費かかんなかったわけ。いいこと言えばさ、お母さんはさ。ね、病院で入院してなかった、入退院じゃなかったからさ、その点お金かかんなくてよかったなって、ね。いい方に考えるとね。まあ、入院する余裕なかったのかもしれないけどさ。みんなそうだ、家で死なないと。まず調べられんの。病院で死なないと。ね。ね。死んですぐだったらいいんだけどね、倒れて。でも死んでからすぐで、しばらく経って孤独死だったからさ、どういう事件性になるか調べなきゃいけねえからさ、1日ぐらいかかって検案して、その後だからさ、だからめんどくさいわけね、孤独死になるとね、事件性なかったかどうかまだ調べてから、あれ、火葬とかやるからね。
要するによくは心臓発作って言われた、心臓発作。可能性は僕ずっといなかったからね。僕が帰ってればね、助かったかもしれないけどね。うん、もう、こまめに毎日のコンビニ帰ってればね、死ななかったからね、そんだけの話ね。でも正月は買ったもんな、正月。去年の大晦日から元旦一泊、いや、おっく卵焼いて、1日の夜に買ったんだもんね。1日の夜、今年ね。で、帰って、2、3って、4日の昼ぐらい帰ったからな。うん、それ。そう。そうですね。どうも死んでおめでとう、そういうことですよ。失言じゃないでしょ。死ぬことは決して悲しいことじゃないから。どうせいつか死んでおめでとうは失言ではありませんからね。何度でも言うよ。絶対いつか死ぬんだから、それをね、悲しいことばっかりだと思っちゃいけないわけよ。死はどんな行程、誰だっていつか必ずあるもんだからさ。気持ちとしてそれは自分の精神の根底に持ってないといけないことです。死んでおめでとうっていうことは。だからあえて言ってんですよね。全然ありません。心臓、本当まさにおめでとうなんです。人間は死んで、人間は死んでこそ完結するんだ。そうって僕は思うんだ。死ぬまではどんどん人間未完だからさ。どうせいつか死ぬんだからさ。ね、死ぬことをさ、指定したらいけないんでしょ。受け入れないとさ。だからこそ受け入れた意味でも死んでおめでとうって言ってるんですよ。うん。うん。どうよ。この家は お父さんがね、死体に汗をさられてさ、一発で買った家だからさ、大事にしない。僕がいる間は少なくとも、小さな家だけどさ、うん。お墓もそうだ。僕が生きてる間守っていきたい、お墓といえば。誰も、もう誰もいないからさ。そりゃあさ、ずっと工場仕事ってそうだ、一日働いてそこそこ行きますよね。うん。でもどうしたらいいんだろうな、本当。でも譲らなかったら事実だからな、僕は。小学校からこの家の空気が嫌だったから、僕はどうも譲らなくてさ。だからニュースなんかでさ、引きこもりとかのことを思うと羨ましいような、引きこもれる人間がさ。僕は引きこもりようがなかったからさ、ほんと。この家にいることは辛かったからさ。そう思ってほしいよ、引きこもりの人。引きこもりニートのことをさ。そういう目で見るといいよ、あれ。家に引きこもっていられるのはさ、家に いられるたい気持ちになれたんだもん。それはすごいと僕言われたら。僕はいらなかったから、この家に。小学校の頃からさ。あわよくば家に出たいともずっと思ってたから、案の定働きすぎて家に出ちゃって、そのまま、親死んじゃったけどさ。だから引きこもりとってすごいと思うよ。そういう家にいたい環境があったんだもんな。いたいと思える。うん。それはある意味いいと思うんだ、俺。うん。引きこもりの人って。
もう引きこもりになれるような場所なかったからね。それはどうか、まだ先のことだけどどうなるか分かんない。そうね、そうだよ。やっぱ、生まれ育った場所はね、離れれば離れるほどね、愛しく感じるもん。僕、八千代で生まれたからさ。ふるさとだからさ、大事にしたい、この八千代は。焼きそばで、じゃあこれでおしまい。あ、まだ明日から仕事だね。何回のんびりしたのこの家で。でも途中この あのアパートを支払う払わない関係なしにさ、昼間仕事行ってっからね、どっちにしろさ、この家の住所を全部住民証移したとしてもさ、家、昼間仕事行ってっから、いる時間そこは変わんないと思うんで。普通は奥さんが守るんだけど、僕奥さんとはいないから。一人だからさ、人づきはできないもんで。今日は焼きそばでした。今日は春キャベツの焼きそば。本日は 春キャベツの焼きそばを美味しくいただきました。で、今日もこのお皿がね、今回の春のパンバトルのお皿です。で、焼きそばでした。どうも。じゃあ、その発泡酒飲んでおしまい、今日は。どうも。そう、知ってますよ。でも姉んとこもあれ一人なんだ。姉んとこも一人しかないから、あれ向こうの家があるから、そういうわけいかないよ。あれ姉はもう途中で家出た人間だから、向こうの家があるんだから。姉も一とこ一人っ子だから、あれ向こうの方が大変だった。あれ姉だって自分と家帰っちゃったけどもさ、あれあの旦那もさ、あれ、長男たち。だからさ、向こうの実家の方もあるからね、大変だ、向こうは。実家はどうなんのか、向こうは。船橋だっけ、あの旦那って。あるし、ある家に、姉夫婦も家、今の住んでるところに家一軒家取り付けて持って買ったからね。旦那だってもう今年危ないかもしれないしね。光ってますか、どうも、ね、今いなくてもどうせいいやん。いなかったらしょうがないね。死んだら最後だから、どうでもいいや、そんなの。別に自分のことは。
さっぱり、ね、昨日のとこやったからな。あのね、僕、あのの旦那が白血病だ、あのの旦那。じゃあ、これでおしまい。じゃあ、いっぱい食べとこう。どうでもいい、自分のことなんかどうでもいいよ、どうせ。残すものもないし、残す人もいないし、誰もいないし、もう。どうってことね、もう。まあ、生きられる間生きてればそれでいい。そう思ってればいいんですよ。ね、死ぬまで、どうせいつか死ぬだし、どうせいつか死ぬからさ、生きてる間生きてればそれでいいんだって僕はもう、気軽に考えてる僕はそうやって。あ、じゃあこの辺でね、どうもね。どうも、今日はこの辺で終わる。ありがとう。おやすみなさい。また明日ね。今日は早めにまた明日から仕事頑張りましょうね。こんばんは。たかしさんどうもこんばんはね。今日は早めに、連休最後でしたしね。おやすみなさい。どうもありがとう。つゆむさん、大川さんもどうもね。おやすみね。一郎さんもどうもね。だから来週から行くよ。来週以降。ちょっとね、親のことがあったからさ、親が亡くなっちゃったからさ、何やかんややってて、ね。役所ごとはめんどくさいんだよね、亡くなるとね。それももう、もう納骨も終わったから、そうないと思うんだもん。おやすみなさい。で、またね、またね、また明日、明日からまた仕事なんだよね。たぶん、あ、でも、こっち帰ってくると、それなりの時間になっちゃうね、早く終わってもね。じゃあ、今日まで帰るとね。どうもね、おやすみなさい、また明日。ね、仕事から帰宅したいね。明日からまだ。お互いにまた明日からお仕事頑張りましょうね。生きていくために。どうもね。おやすみなさい。ではまた。じゃあ最後にもう一回。今日はね、ジッタリンジンのプレゼントを歌いました。プレゼント。あなたが私にくれたもの。キリンが逆立ちしたピアス。あなたが私にくれたもの、フラッグチェックのハンキング。あなたが私にくれたもの、ユニオンジャックのランニング。あなたが私にくれたもの、丸いレンズのサングラス。あなたが私にくれたもの、オレンジ色のハイシール。あなたが私にくれたもの、白い真珠のネックレス。あなたが私にくれたもの、緑色した細い傘。あなたが私にくれたもの、シャガールみたいな青い夜。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイマイスイートダーリン、さよならしてあげるわ。あなたが私にくれたもの、グレイス・ケリーの映画の件。あなたが私にくれたもの、ビビアン・リーのプロマイド。あなたが私にくれたもの、バディ・ホリーのドーナツ版。あなたが私にくれたもの、ヘップバーンの写真集。あなたが私にくれたもの、お菓子の詰まった赤い靴。あなたが私にくれたもの、テディ・ベアのぬいぐるみ。あなたが私にくれたもの、アンデルセンの童話の本。あなたが私にくれたもの、夢にまで見た淡い夢。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイマイスイートダーリン、さよならしてあげるわ。あなたが私にくれたもの、ヒステリックなイヤリング。あなたが私にくれたもの、ポートネックの島のシャツ。あなたが私にくれたもの、道で売ってるカレッジリン。あなたが私にくれたもの、マーブル模様のボールペン。あなたが私にくれたもの、アメリカ生まれのピーコート。あなたが私にくれたもの、中国生まれの
黒い靴、あなたが私にくれたもの、フランス生まれのセルロイド、あなたが私にくれたもの、私生まれた恋心、大好きだったけど、彼女がいたなんて、大好きだったけど、最後のプレゼント、バイバイマイスイーダーリン、さよならしてあげるわ、大好きだったけど、彼女がいたなんて、大好きだったけど、最後のプレゼント、バイバイマイスイーダーリン、さよならしてあげるわ。はい、今夜はね、ジッタリリンのプレゼントを歌いました。はい、どうもね、ありがとうね。今日はこの辺でありがとうの、おやすみね。嫌がらせじゃないよ、うん。じゃあ最後にもう一曲歌おうか、最後は。今日最後の歌はもう一回最後はね、この歌で締めようか。最後オーラスはこの歌で、わかるかな、この歌。久じゃあ最後、また最後の歌、今度は本当最後にしようかな。最後この歌で終わります。ありがとうね、カトラさん、どうも、大川さんも岡部さんもありがとうね、皆さん、ジローさんもね、みんな、アキコさんもどうもね。じゃあ最後はこの歌で、二酸化炭素を吐き出して、あの子が呼吸をしているよ。どんてん模様の空の下、つぼみのままで揺れながら、野良犬は僕の骨くわえ、野生の力を試してる。路地裏に月が落っこちて、犬の目玉は四角だよ。今日人類が初めて木星に着いたよ。ピテカントロプスになるしも近づいたんだよ。アラビアの笛の音響く、バキの外れの夢の後、翼をなくしたペガサスが夜空にはしごをかけている。武器を担いだ兵隊さん、みんな見に行こうとしてるけど、サーベルの音はチャラチャラと街の空気を汚してる。今日人類が初めて木星に着いたよ。ピッテカントロプスになるしも近づいたんだよ。歌を忘れたカナリア、牛を忘れた牛小屋、壊れて企画を拾い集め、博士余る激しさ、ああ、あの子は花火を打ち上げて、で、この日が来たのを祝ってる。冬の花火は強すぎて、僕らの体は砕け散る。ブーゲンビリアの木の下で、僕はあの子を探すけど、月の光に騙されて、あの子のかけらは見つからない。今日、人類が初めて、木星に着いたよ。ピッテカントロプスになるしも、近づいたんだよ。今日、人類が初めて、木星に着いたよ。ピッテカントロプスになるしも近づいたんだよ。サルギはなりたくない、サルギはなりたくない。壊れた磁石を砂浜で拾っているだけさ。今日人類が初めて木星に着いたよ。ピッテカントロプスになるしも近づいたんだよ。サルになるよ、サルになるよ。はい。はい、最後はね、さよなら人類でした。ではまたね。いいかな？終わったかな？はい、どうも。こんにちは。またまた。はい、今回最後はさよなら人類で。では、すみません。
またね、あきこさんまた消しちゃった。どうか、それはな、わかんない、それはね。じゃあ、おやすみね。今日はこの辺でね。ありがとう、お母さんもまたね。あ、ぎろうさんもね、あきこさんもまたね、おやすみなさいね。また明日。はい。でも、猿だったら雨があったらいいと思うんだよね。おやすみなさいね。じゃあ、またね、終わります。はい。はい、おやすみなさい。